どうもこんにちは、根岸です。今日はこちらのビデオデッキを紹介したいと思います。今回もですね、 VHS テープを再生するビデオデッキを探してみました。今回はこんな感じで落札しました。はい。で、こちらの機種なんですけど、再生はもちろんなんですけど、 DVD レコーダーが一体となってるデッキなんですね。で、DVD レコーダーがついてるから何っていうことだと思うんですけど、 VHS テープから DVD へダビングができるんですよ。そもそもダビングっていう言葉に馴染みがない方がいらっしゃると思うので、まあデジタル化とも言ったりするんですけども、ビデオテープの映像を他の形にして残しておくっていうことですね。で、そもそもですね、ビデオテープがずっとその形で残しておけないんですよ。やはりカビが生えてしまったり、あとはこうテープ同士が癒着してしまってデッキで再生できないとかっていうこともあるんですね。そうするともうビデオテープの中の映像を見ることができなくなってしまうので、まあ、こういった別の形で残しましょうっていうことが非常に大切です。今回の機種に関してはその再生の部分とあとダビングに関しても一緒にできたらなと思っています。それでは実際に試してみます。今回使用する機材はパナソニック T が DMR-E の 75V です。このように前面に VHS の入れるところとこちらの DVD のスロットがあります。背面はこんな感じです。今回この S 端子がありますね。電源のケーブルはこちらに挿します。今回はこちらの S 端子を使って出力してみたいと思います。ここに出力がありますので挿します。ビデオデッキと逆側の端子はテレビのこちらに挿します。はい、セッティングができました。まずは電源を入れてみたいと思います。はい、電源が入りました。それではテープを再生していきたいと思います。無事再生できてます。で、こちらのリモコンがついているんですけども、今回のビデオデッキは、VHS と DVD の一体型なので、ここで操作を切り替える必要があります。なので VHS 側に切り替えて、例えば停止であったり再生であったりを行います。この機種はですね、テープの早送り巻き戻しが本体についていないので、リモコンで操作する必要があります。ここですね。このように早送りしたり、例えば巻き戻しするのはリモコンで操作を行ってください。では再生は問題なくできたので、次に DVD へダビングをしてみたいと思います。リモコンのこの位置を DVD に切り替えて、機能選択 VHS メニューという部分を押します。そうすると DVD のメニュー画面が出てきます。ここで設定をします。このまず初期設定を選択してもらって、まあ、例えばなんですけど、ここら辺の3次元 YC 分離とか、まあ、テープの再生品質を上げるものなので、まあ好みで入れたりっていう設定もできます。あとは画角の設定もできたりします。まあ、ここで例えば接続するテレビっていう部分を見ると、まあ、ここに4対3とか16対9っていうようなものがあるので、まあ、16対9っていうのはこのテレビみたいにこうちょっと横長になってるものですね。で、4対3っていうのはここの黒みじゃない部分、これがだいたい4対3です。まあ、こういった設定をして終わりましたら、ここでリターンで戻ります。終わりましたらメニューを閉じて、こちらに DVD を入れていきます。はい、DVD が認識されました。認識されたら、本体のここにダビングっていう項目があるので、ダビングする矢印を3秒間押します。そうすると、ここのダビングの文字が赤く光って、ダビングが開始されます。あとは再生が終わるのを待つだけです。ダビングしている間は早送り巻き戻しといった操作はできないので注意してください。ちょっとまだ録画している途中ですが、一度止めてみたいと思います。この停止ボタンを押します。
そうすると今、ディスクに記録中という文字が出ました。はい、で実際にダビングをしてみました。再生を押してみます。そうすると DVD に録画されたデータが見れます。問題なくダビングできてますね。でダビングは実際にできてるんですけども、この今 DVD を取り出して他の機器では再生できないんです。試しにちょっと別の機器で再生してみたいと思います。すごい読み込んでますね。こんな感じでずっと読み込まない状態が続いてしまいます。例えばこういった機器で再生したい場合は本体側でまた別の処理をする必要があります。先ほどの、DVD のメニューに戻っていただいて、このディスク管理を選びます。そうするとここにファイナライズっていう項目があります。このファイナライズをしないと別の機器で DVD を読むことができないので、終わった際は必ずこれをしてください。このファイナライズをしてしまうともうその DVD には、録画することができなくなってしまうので、その点はご注意ください。ファイナライズが開始されました。ちょっとこの処理には時間がかかります。はい、ファイナライズが終了しました。ファイナライズをしたディスクをちょっと入れてみます。そうするとこんな感じで他の機器でも再生できるようになります。これで無事ダビング完了です。はい、実際に操作してみました。やっぱりちょっと設定の部分では面倒くさいところはあるんですけど、その設定をしてしまって、あとはもうダビングの操作さえ覚えてしまえば非常に簡単にダビングできるので、やっぱこの一つの機械でできる部分はすごいいいなと思いました。先ほどその実際にダビングした時もちょっと説明したんですけど、ファイナライズの処理ですね、DVD を、ファイナライズ処理して他の機器で見れるようにする必要があるんですけど、どうしてもそのテープから DVD へ移して終わったと思ってそのまま出してしまうのはすごいわかるんですけど、やはり最後にそのファイナライズをしておかないと、せっかくそのダビングしたものも他の機器で見ることができなくて台無しになってしまうので、これだけは注意してほしいなと思いました。あとそうですね、僕が操作しててちょっと突っかかった部分は、僕だけかもしれないんですけど、メニュー設定の際に、VHS のモードと DVD のモードを切り替える必要があるんですけど、例えば DVD のメニューをこう設定でいじっていて、そのまま VHS の、メニュー設定を変えようとした時にそのメニューいけないんですよね、切り替えてないので。なのでそこにちょっと突っかかることがありました。なのでその部分だけちょっと面倒くさいなと思いました。というわけで今回使用したビデオデッキも評価させていただきます。まず使いやすさの点ですね、そのメニューでの設定以外に関しては本当に基本的な操作でできるので使いやすいと思います。最初仮にそのちょっと突っかかってしまったとしても、一度覚えてしまえばたやすくできるようなレベルだと思うので、例えば使ったことない方でも問題なく使用できるのかなと思いました。ただ実際にそのダビングっていうちょっとまた別の、通常再生するのと別の操作になってしまうので、その部分の難しさを考慮させていただいて、そうですね、4をつけさせていただきます。次に品質ですね。品質に関しては今回のビデオデッキが SVHS っていうビデオも対応してるんですよ。通常の VHS に収録する品質よりいい品質でこう収録できるっていうものが SVHS なんですけども、当時その SVHS で収録しているものをそのままの品質で再生することができます。その部分が対応しているのは非常に大きいと思います。裏に映像出力の端子がついてるんですけども、前回もちょっと話した S 端子っていうのもこれがついてるんですね。その後ろの端子部分から別の機械に出力する場合もその S 端子が使えるので、この点はいいのかなと思いました。なので品質に関しては、4をつけさせていただきます。次にダビングですね。もともとこの機材を今回買ったのがダビング用途としてなので、もちろん非常に向いてる機種です。で先ほども話した通り DVD でダビングできる。で、後ろの端子を使って別のダビング機器を使ってダビングする時もちょっと品質よくできる。で、通常通りそのテープも再生できるですね。いろんなこうパターンで使うことができます。なので、ダビング用途としては5を付けさせていただきます。最後にコスパですね。そうですね、この機種自体はそこまで高くないと思うんですけど、
そのダビングっていうもの自体が結構一般的に周知されてきてるんですよ。やはり皆様あのテープから他のものにこうダビングしたいって考えていらっしゃるので、こういった機器はすぐにこう市場に出てもなくなってしまうんですよ。なので状況によっては、その例えばオークションで競り合ったりして金額が思ったより高くなってしまうっていうこともあります。ただ、生産された時期も結構後期のものになるので状態もいいものが残っています。なのでコスパに関してはちょっとその例えば探す手間だったり労力がかかる分を考慮して3をつけさせていただきます。はい、というわけで今回のビデオデッキはこのような評価とさせていただきました。いや本当にやっぱダビングできるっていうのは非常に大きいですね。今後やっぱりダビングしていくことも考慮していかないといけないと思うので、そういった意味ではこれが1台あれば網羅できてしまうので非常にいいのではないかと思います。今回までちょっと VHS テープのデッキだったんですけども、今後別のビデオテープのビデオデッキに関しても紹介していければなと思っています。あとはあのダビング方法ですね。その今回は一体型なのでこの中でできたんですけど、別の機械を使ったダビング方法なんかも紹介していけたらなと思っています。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。